はい、まあそのどっちのカットマンと当たってもしっかり準備はしていたので、まあ、私自身今日私が対戦した相手はアジア選手権でも一度対戦している相手だったので、まあ、あのサーブレシーブなどは結構把握できた状態で試合に入ることができたので、まあ、その自分の中でもそんなにこうボンミスをすることなく試合を優位に進められたかなと思います。はい、日本選手とは違うまたカットマンのタイプの選手だったんですけど、サーブ3球目レシーブ4球目をしっかり徹底して、まあ、いつも通りのプレーを心がけてプレーしました。はい、いつもビンコじゃんって言われてるので、はい、しっかり把握してますし、まあ、でも前は結構顔がポヨンとしてたので結構リンゴの感じは自分でも分かってたんですけど、まあ、最近はちょっと痩せてきたので、はい、リンゴぐらい可愛くなれるように頑張ります。はい、もしリンゴちゃん、今天我加油、谢谢。一押しですか？黄子桃。わかりました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。